日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらセブンイレブンのごま鮭おにぎりとみたらしホイップミルクプリン包みみたらし、ほうじ茶カステラ&ホイップと和洋スイーツ3種を食べたいと思います。ごま酒のおむすび、しかももち麦もいっぱい入っているということで、少し体に気を使っているのです。ただ海苔がないので食べるのはちょっと怖いかも。おお、確かにちょっと見えづらいかもしれませんけど、ところどころに鮭のピンク色が見えます。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。今日は少し香ばしく苦めに行くわよ。あなたに耐えられるかしら。耐えられるって誰に言ってるんですか。こんなの普段の仕事の苦労に比べて耐えるのは簡単ですよ。香ばしくてそれでもピリッときた後に少ししっかり甘さも感じさせてくれますから、ね、このとろける感じが本当にいい。もっともっと食べたくなるようなそんなスイーツたちですね。和のセブンイレブンというのも本当すごいです。おうじ茶もっといろんなもので食べてみたいな。あなたはどんな商品で食べてみたいですか。私にコメントしていただけるとね。それでは詳細のレビューに入りましょう。ごちそうさまでした。最初に食べたもち麦もっちりごま酒はもち麦が入ってるのでちょっと本当に弾力が、はい、あって、ただの鮭おにぎりとは違った旨味がありました。もちろん鮭の旨味も口の中にふわーっと広がってきて美味しかったです。続いて食べたこちらのみたらしホイップのミルクプリンはみたらしホイップなので、なんかタレとはまた違った醤油の甘辛さが効いた、なんか斬新なホイップクリームでしたね。一方ミルクプリンはかなりさっぱりした味わいで、スーッと口の中で溶けて美味しかった。次に食べたほうじ茶カステラ&ホイップ、パッケージに広がるんですけど、ほうじ茶カステラの中、外側だけでなく中側のホイップクリームもほうじ茶味になってるんですね。自分はてっきりホイップクリームはシンプルなものだと思ってたので、ちょっと意表をつかれちゃいました。ちゃんと見とけよって話ですけどね。ほうじ茶の香ばしさが外からも中からも感じられて美味しかったです。で最後に食べたそのパクッと包みたらしはもう食べ方を除けばシンプルなみたらしなので、口の中に甘辛いタレの味わいが広がってきましたね。あっさりといただけるので、なんだろうな、ちょっと何か食べたいなっていう時にいいかもしれません。で今回食べたけど、こちらのみたらしホイップのミルクプリンが一番スーッとしたさっぱり味と甘さのバランスが取れていて美味しかったと思ったので、今回の代表として5点とさせていただきます。はい、それでは夏の日にダンスやるぞ。あ、暑いのに、コンクールが何かに練習なのかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。